皆さん、どうも、チョンティです。すみません。なんか、4ヶ月繰りかな。今回はね、フラッシュバックの方法でレポートしたいと思います。今回は31枚目シングル、ここにはないものの個別ミート&グリッドを紹介したいと思います。1ヶ月4日と12月25日からレポートしたいと思いますね。1ヶ月4日は富里奈央ちゃん3分3枚、12月25日は井上凪ちゃん3分3枚と富里奈央ちゃん3分4分と5分3枚ずつです。それではレポートスタート。これは1月4日の3分3枚です。始まる前に僕はもう心臓の突撃だ。3、2、1パーって開けての僕からなおちゃんで、なおちゃんはこうやってあーちょんくんで、なんかね仮面の人を探してるみたいで、ちょんくんで、あの1秒で惚れました。はい。で、僕から、かわいいっていた。あれはマジ本能。マジで、すごくかわいいだから、目をこうやって開ける瞬間で、マジでかわいい。僕から、遅くなったんですけど、あけましておめでとう、なおちゃん。で、なおちゃんから、あげおめ、ジョンくんってね、なんかいつの間にか、なおちゃんの、僕と喋ると声がねふわふわになっちゃう。だからあげおめちょんくんみたいな感じで、目を閉じてるんですよ、あの時で。僕から、今年の目標は何ですか、なおので。なおちゃんは、今年の目標は自分をもっと知るってね、指がこうやって。で、僕から、じゃあ2023年も僕もなおちゃんのこと応援するだからよろしくねって、喋るときはね、なおちゃんから頭をこうやってにして、そのままフェードアウトしました。実はあの時、僕の頭の中でラックがあるんですよ。なぜだろうか。あのラックは絶対に最初の1秒のなおちゃんが可愛すぎるだからさ、言いたい言葉が全部脳内が飛んじゃいましたんだから、もうなおちゃんの可愛さはルール違反だよ。可愛すぎるよ。以上、1月4日のレポットでした。これは12月25日クリスマス当日の3分3枚です。3、2、1パーってあげて、なおちゃんメリークリスマスで、なおちゃんもメリークリスマスって、なおちゃんのスター誕生ライブのパフォーマンスがね褒めたい。だから僕から、スター誕生元気を出してめっちゃうまかったで、なおちゃんありがとうで、僕から、あの服もめっちゃかわいいお似合いですで、なおちゃんもありがとうで、うふふってしてね、めっちゃかわいいですよ。で、僕から、あと4部もあるから楽しみしてねって、なおちゃんわかったで、あとちょっとだけ時間があるだから服も褒めました。ちなみに、なおちゃんあの日はサンタさんの服を着てるんだから、僕から、今日もかわいいね服で、で、なおちゃんがね手がこうやってありがとうで、そのままフェードアウトしました。いやー、かわいいですね。なおちゃんはね、メリークリスマスを言ってる時ね、めっちゃふわふわな感じしてる。だからやっぱりかわいいです。はい。そして井上なぎちゃん4分3枚です。あの日はちゃんとあるものを伝えたい。だから僕から、3、2、1パーってあげて、なぎちゃんメリークリスマスで、なぎちゃんもメリークリスマスで、なぎちゃんはね、サンタさんの帽子を直してる白いボールを頭にこうやってね、じゃじゃーんって言って、めっちゃかわいい、なんか子供みたいね、じゃじゃーんってね。で、僕から、あーかわいいって、なぎちゃんがね、僕の言葉を聞いたい。だからちょっとだけカメラを近づいたの。なぎちゃんから、ん？で、この前に落ち込んでる時期があって、初めてなぎちゃんのストーリーを聞いて僕を支えてくれたので、なぎちゃん、だからストーリーを出せてくれて本当にありがとうで、なぎちゃんがね、
微笑んで、こちらこそそんなこと言ってくれてありがとう、本当に。で、フェードアウト前に、僕から、本当に、なぎちゃんの声が好きだって、そのままフェードアウトしました。なんかさ、なぎちゃんって信頼的な人みたい。なんか、打ち上げられるに、の人に見えるんですよ。だからね、なぎちゃんと喋ると、なんか、だんだん、声が小さくになっちゃう。なんか、多分、すごく安心な状態にいるんだからさね。なぎちゃんと話すと、心が落ち着くの。この永遠で、前から決まりました。ちゃんと、ありがとうの気持ちを伝えたくて。多分、5月の時ですごく落ち込んでる時期がありました。スター誕生の時で、なぎちゃんのストーリーを聞いて、いやー、本当に優しい歌詞と温かい声が僕を救われました。だから、今でもスター誕生で大好きな曲です。なぎちゃんが僕の言葉を聞いてるとき、本当、心から微笑んでる歌から、やっぱり歌が好きな人でさ、他人が歌が上手いですと褒められたら、心から嬉しいんですよね。せめてこういう言葉を僕が聞いたら、すごく嬉しいんです。やっぱり、聖地上のなぎちゃん、好きです。本当に、キラキラ、ピカピカしてるんですよ。なおちゃんの4部はね、友達と連番したんだから、友達が先にいて、友達からレポートですね、これは。ジョン君はなおちゃんの推しなのに、なぎちゃんとの浮気したって言ってました。で、なおちゃんがその言葉を聞いたから、すぐ、なぎって確認して、その続きは僕の番です。それでは、12月25日4部3枚、富里なおちゃんです。どうぞ。3、2、1パーって開けて、僕から、やっほー、なおちゃんで、なおちゃんから、あれ、ジョン君、さっき聞いたんですけどさ、浮気してるんだって。で、僕は、え、そんなことないよ。で、なおちゃんから、本当に？で、僕から、はい。で、なおちゃん、なぎのこと、かわいいかわいいって言ってるんでしょ？で、僕から、え？え？そういうこと覚えてないよ。あの時も噛んじゃったんだからね。緊張すぎて噛んじゃった。やり直して、あれ？そんなこと覚えてないですけど、噛んじゃったのせいで、なおちゃんはニコニコしたの。で、なおちゃんから、もうダメだぞって、こうやってね。なおちゃんがね、もうダメだぞー喋ってる時も、僕はね、告白しましたよ。なおちゃんの方が大好きだよ。でも、声がかぶせました。だから、ちゃんと届いてるのかなって、わからないですね。でも、すぐ僕も返事したの。はいって答えました。で、そのまま二人はね、こうやってニコニコして、フェードアウトしました。これが、4分3枚でした。いやー、連番でさ、最高。マジ。もうこういう友達がいてくれただから、このチャンスがあったの。だから心からありがたいです。でもね、なんか、なおちゃんが、やきもちしてる時で、めっちゃ気分いいですね。叱られてもいいです。はい、OM です。でもね、16歳のなおちゃんの対応でさ、めっちゃ上手くない？本当にすごいと思いますよ。僕と予想通りの対応して、だから、ド M、いや、叱られたいの皆さんも、ぜひやってみてください。これは5部3枚、12月25日の最後の1部なので、でもね、4部のことがあって、僕はちょっと、なおちゃんが怒るとか、ちょっと怖いなので、3、2、1、パって開けてる瞬間で、なおちゃん怒らないで、で、なおちゃんは、あ、ジョン君で、僕からこれを持ちました。これ。で、僕から、なおちゃんは、最悪で、なおちゃんは、最悪って言って、で、僕から、世界一可愛いで、なおちゃんも、最悪
でね、まあ、めっちゃ可愛い、マジめっちゃ可愛い。僕から、これは感動語ですよ。世界一の感動語です。で、なおちゃん、すごい、さあ、やって、すっごく、ずっとニコニコして、で、僕から、だから、なおちゃんのことを、で、なおちゃん、世界一大好きだよって言って、なおちゃん、キャーって、ありがとうって言ってました。めっちゃ可愛いですよ。で、最高の笑顔と最後の1秒で、ちょっとだけカメラを近づいたの、なおちゃんはね。こうやって、大好きだよ、ジョン君って、そのままフェードアウトしました。うわぁ、やばくないですか、これ。大好きだよ、ジョン君晴れましたね。わぁ、すごい。上手です。富里奈央ちゃん。いや、最高だなって思いました。感動語も教えたし、ちゃんと好きな気持ちも伝えたし、本当にすごく嬉しいです。前からずっとちゃんと好きな気持ちを伝えたいですけどね、ずっと奈央ちゃんに好きって言ってもらってる。なので、僕も、なおちゃんを向かって、大好きですってちゃんと伝えたいです。だから、今回はちゃんと伝えました。だから、嬉しいです。いや、これからは、言葉じゃなくて、もっとレポートして、いろんな人に、なおちゃんとなぎちゃんのいいところを見せたいです。だから、これからも、レポートをもっと出します。時間はちょっとかかりそうですけど、皆さんもしよかったなら、ちょっと待っててください。よし、レポートはここまでです。本日のご視聴もありがとうございます。もしいいなら、いいボタンを押して、コメントをして、あとチャンネル登録もしてください。それでは、次のレポートで会いましょう。バイバイ。さっき聞いたんです。一人じゃないから君を私を守るから強くなれるもう何も怖くないよ時が流れてく痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてく